テレビ山梨、株式会社テレビ山梨、テレビ山梨、テレビジョン山梨 COLTD は山梨県を放送対象地域とし、テレビジョン放送事業を行っている特定地上機関放送事業者である。略称は UT、UHF テレビジョン山梨、コールサインはジョギ DTV 甲府 27CHTBS JNN 系列のテレビ局であるが、山梨県内に系列局がないフジテレビテレビ朝日、テレビ東京系列の番組も一部放送している。これは同じ山梨県内の放送局であり、日本テレビ系列に属する山梨放送と同様、ゴールデンプライム枠のネット受けは TBS、JNN の番組が占めている。また、番組表サービス、G ガイドの配信も行っている。 金丸真の長男安信が代表取締役社長を務めていた。主要株主は富士急行、山梨豊田自動車、金丸安信、朝日新聞社、読売新聞社などである。また金丸安信は FM 富士の取締役も務めているため、雪とのつながりは特に強い。1八十五年から北京放送日本語り部アナウンサーの研修受け入れを 行っていて、共同で、番組制作や中国への取材も積極的である。JNN は特定の新聞職を出さないとしながらも、結成後に開局した新規加盟局には本来、地元新聞社の出資が必要とされていた。このため開局準備段階では、山梨県内唯一の県市である、山梨日日新聞、山火も株主に名を連ねていた。 しかし、山火は、山梨放送と報道局を一体化するなど、事実上直営化に置いているという事情から、マスメディア集中排除原則の解釈もあり、かつ、第二件市の山梨時事新聞も、当社会局の直前の1969年、昭和44年に2月21日に、富士急行から買収する形で山火に合同されてしまっていた事情も加わったため、 見返りとして山火保有の雪株を富士急行に譲渡する形で資本係を解消することになった。どうしてもやむを得ない場合には TBS に出資した経験のある朝日、読売、毎日といった全国しか最悪 TBS 自体が出資ないしは経営に関与する形で JNN 加盟にこぎつけた例があるものの、系列に剣士がない状況で JNN への加盟が 認められたのは、金丸信也、筆頭株主の富士急行、さらには、同社創業家出身の自民党衆議院議員、堀内和夫、元自民党総務会長、堀内光雄のジップらの政治的影響も聞かった。このため、ユティは TBS から、立つ、主義ありを、常勤取締役として受け入れるとともに、後に、専務取締役を経て、 FM 富士初代社長、1973年、昭和48年、日刊、山梨新報を創刊し、系列新聞を保有する。しばらくして、全国紙への折り込み形式で配布される、週刊誌に移行するが、これによって、JNN 加盟の条件である、地元新聞社の支援が、名目上ながらも実現した。企業、団体の名称、個人の肩書きは、当時のもの。 出展。筆頭株主は富士急行。かつては富士急グループ各社で分割所有していた。ユティでは主に富士テレビ、テレビ朝日、テレビ東京の番組を深夜や平日の夕方、土日の昼間に放送している。これらのほとんどの番組はほとんどの世帯が加入しているケーブルテレビであれば在京キー局の放送で同時視聴が可能であるため、 事実上の再放送のような状態となる。地方のローカル番組を除く。月曜木曜25時5分以降、金曜25時15分以降の番組は、毎年春頃になると、ビジュアル21関連の番組を放送するため、5分繰り下げになることがある。インは、スペシャルウィーク、視聴率調査週間などに集中放送された、される番組。 いずれもユーブスでは放送されていないため、星印は番組自体は継続中。また、インはスペシャルウィーク、視聴率調査週間などに集中放送された、される番組、いずれもユーブスでは放送されていないため、他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 他同局は TBS 系列に属するため、基本的に、 tbs 系列の番組をネットしている。しかし、民放二局地域のため、日本テレビ系列を除く各系列の番組も自差ネットを行っている。そのため、tbs 系列局の中では、情報番組が比較的少ないことがこれまでの特徴であったが、2009年4月よりこれまでネットされていなかったサンデージャポンとサタデーズバットのねが開始されたことである程度は、 解消された。それでも、N スタ第一部など一部ミネットの番組も一部存在する。山梨県内のケーブルテレビは、テレビ朝日、テレビ東京、富士テレビ、MX テレビ、テレビ神奈川が視聴可能であるが、テレビ山梨のキー局である TBS と、山梨放送のキー局である NTV の再送信は実施されていない。なお、ゴールデンプライムタイムは、 一部のミニ番組と月曜19時と水曜19.20時代のローカル枠一時期水曜ノンフィクションを同時ネット下を除き全時間帯で TBS 系列の番組を熱している。同局で放送されたローカル番組ウッティ発2009年8月5日から2014年9月10日では2009年8月に放送されたドキュメンタリー作品 和田摘みの声を永遠にが TBS 系列で2009年に制作された自社制作番組の中から最も優れた作品に贈られる JNN ネットワーク大賞を受賞。受賞後の2010年3月に同じ時間枠で再放送されたほか TBS 系列全局で放送。また日本で最も権威のあると言われている第6回日本放送文化大賞でも関東、高新月、 静岡地区で最優秀賞を獲得。2010年11月の全国審査に進む。さらに2012年8月22日に放送された、安ン派生よ。私くわの再生受け追い人が2013年の日本民間放送連盟賞青少年向け部門優秀賞を受賞した。アノンシスト賞においては2012年1月25日に放送された、 国王の三原子で、小田切育美アナウンサーが受賞。2011年9月21日放送の、新体操ボーイズ汗と涙と努力の日々が2012年日、民間放送連盟賞特別表彰部門、青少年向け番組部門において優秀賞を受賞。2011年4月に放送の、一枚の写真左手一本のシュートは、2011年2本。 民間放送連盟賞特別表彰部門、青少年向き番組部門で最優秀賞等、良質な番組を制作している。退社後に、TVK に移籍した人物が3人いる。U の字をかたどったもので、ライジング U という、雪の U を表している。そして、緑濃い山々とそこから流れ込む清流に縁取られた、山梨県の恵み豊かな剣道お緑と青のカラーで、 表現してい売うってい、と、くるりん。ゆてをもじって、うっていと命名。CG で制作されておりゲームや温度、絵描き歌など、多彩に展開。移動お天気カメラは季節に応じて随時、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。